はい、こんにちは、歩き軸です。今日ね、ご紹介されてもこちら、プエブロですね。なんだかですね、佐伯くんのね、ポップなアートワークになっていますけども、これ建築ゲームになっていまして、全員でですね、同じ場所に建築をしていくんですね。ですが、別に協力プレイというわけではなくて、僕が一番うまく建築できたよということを競っていくと。それはどうするかというと、時折チェックが入るんですね。その時にうまく自分のものが見えないようにすればいいですよというですね、非常に不思議な建築ゲームになっておりました。というわけで今回はこちらですね、プエブロをね、ご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、こちらですね、プエブロを出してみました。なんだかですね、非常にね、こちら積み木っぽいものがいっぱいありますけれども、これを使ってですね、ここをですね、この 8×8 のマスの中がですね、建築目的地になってるんですね。なので、こちらのところにこうやって置いていき、こうやって置いていき、まあ、こんな感じですね。ここにどんどん建築していくということなんですね。で、コンセプトはどうなってるかというと、このね、このコンドルみたいなやつですね、これが酋長になっていて、これ、誰かが1個置くために、1から4マス移動するんですね。そう、好きなだけ移動していいわけですけども、移動するとこのコンドル、これから見た、こっちくるるるっと見た時にまっすぐ見るとこいつね、白大好きなんですね。白以外の色が見えたら減点するという人なんですね。だからここだったらここで見えて、ここ見えないので減点誰もないんですけども、この位置に止まるとこいつから見えてますよね。見えてると高さ分マイナスなんですね。1回だったらマイナス1点、2回だったらマイナス2点なので、これ青のプレイヤーマイナス3点食らうというゲームなんですね。つまりここにどん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 今から置いていくわけなんですけども、最も減点が少ないようにしましょうというですね、すごいこれ生き残りゲーム的なやつなんですね。で、こちらのタイルなんですけど、まず手元の方に各自一定の割合で自分のカラー一色とこの白の中間のカラーっていうのを受け取ります。これね、プレイ人数はちょっと若干割合が違います。必ずね、ちょっと余るものも出ます。で、手番になると一番最初のね、この酋長駒はね、どっか適当に四隅にいるわけなんですけども、手番が回ってきたプレイヤーはこの半端なやつがある場合、最初だったらね、これ自分の色ですけども、これを必ず置きます。置いて、先ほど言ったように、一歩から四歩ですね。好きなように動かすわけですね。で、次のプレイヤーどうぞって、またこのプレイヤーも置いて、どっかへ何歩か動かす。その時に、あ、見えたぞって言うと、その指定分だけマイナスを食らうと。こういうことを繰り返していくんですね。で、次のプレイヤーも、どっかに置いて前進する。どっかに置いて、この時に中に入れ込んでもいいし、上に重ねても構わないですけども、必ず1個置いて、一定数、1から4ね、移動するというのを繰り返していきます。そして、次になると、このブロックのになると、白と緑ね、両方ともありますんで、どっちから出してもいいです。ただし、この時に白を出せば、次この青が余ってるので、絶対次こっちになりますね。白、白、白とか使えないので、白、青、青、白。まあ、いずれかの順番で、必ずこのペアがあるときは、どっちから先出したら、残ったものを次の手番に出すということを繰り返していきます。条件としては必ずこれ置くときには、これ全部同じ形なんですけど、地面に接する面は必ず全部何かに接していないといけないということです。つまりこういう風に置いたらですね、ここは何にもどこにも接触しないというのは許されないんですね。こんな風に何かの上に乗せられるというならいいんですけども、何にもないときにこの空中に置いて倒れるというのは許されないと、こういう仕掛けになっています。必ずね、この地面側へ向いた面が必ずどっかのこのボードか他のブロックの上にくっついていかないといけない。つまりこういう空中に置くこともできないんですね。ここ空いちゃってますんでね。これを守りながらであれば、一体全体どこに置いても構わないので、好き勝手に置いて、置くと今飛ばしましたけども、必ず一歩から四歩、この時にこちらの方からずーっとチェックして、ここが一歩見えて、ここも見えちゃってるんで、はい、青はマイナス1点、ここは2回だからマイナス1点でマイナス3点ですね、とこういう風になるわけですね。で、そうするとじゃあ次黄色の人がこの辺にこう置いて1、2とかやると、ここのところに2歩移動すると、ここのピンクのところが、はい、1と2両方見てますね、あなたもマイナス3点ね、みたいな、こういうことするわけですね。で、時折ですね、この四隅ありますよね、四隅に来た時に何らか置いたら、今度は四隅まで移動したら、今ちょうど上からの俯瞰視点が見えていますけども、上から見た色をチェックするんですね。で、この時は全部1点です。上から見えると一マス分付き全部マイナス1点、これだったらピンクが1点、2点、3点、4点、5点、マイナス5点で、青が1点、2点、3点、4点、5点、6点、マイナス6点、このオレンジが1点、2点、3点、黄色が1点、2点、3点、4点っていうのをガバッと食らうっていうのをやる。だからこいつは横からも見るし、隅っこに来ると上からもチェックするということで、誰かがこう動かす
たびにだん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 みんなマイナスを食らっていって、これをすべて置き切ったとき、このような感じになったときに最終のチェックが走るということですね。必ず1個置くたびにこいつがね、1歩から4歩動かせるので、置いた人がね、自由のところに行って、あいつはここが点がマイナスになるなみたいなところを動かしていって、そこでチェックをさせ、減点がどん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 と増えていくわけですが、一番最後に全部置いたってなったら、このチェック用のここからやるぞというタイルがあって、まあこの人豆なんですね。これゲームがね、最後になったらね、ここからね全部チェック始めるんですよ。はい、ここ何点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 、はい上から何点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 点、はい上からっていうのをぐる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 っと全部チェックして終わった。まあ最後みんなマイナスがドドドドドドンとこう増えていくわけですけども、このマイナスが、ちなみに裏面6時もありますからね、このマイナスが最も少ない人が勝ちと、こういうゲームでございました。もう非常にシンプルです。やっていただいたら分かるんですけど、ね、もうみんなめちゃくちゃいやらしい。だってもうみんな自分のだけ隠れればいいからね。こんな外側とかもダメなわけですよね。なるべくこう内側へ行きたいし、上から見ても見えないとこ行きたいわけですよ。やっぱりみんなね、これね、結構これ見えないと思うんですけど、いうとこ行きたいんだけど、誰かが白を置いたらみんなね、そのとこさっさっと隠れてくるわけですね。もうやめろよってこうなるんですけども、そのからも必ず、もう誰か置くたびにきちきちりこいつを動かしていって、チェック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 ってやって、最後にまた来るんですこれですね。ぐらーっとこうチェックしてもらって、全部の箇所のチェックが終わって得点を競うと、こういうゲームです。非常にシンプルなね、パズル系のですね、まあ本当に洗面器と言っていいと思いますけど、苦しいっていうところにちょっとずつ置く。しかもね、必ずね、この色付きと白を2色持ってるので、白で逃げたらね、次これ置かないといけないんですね。いやもう置きたくないわーっていうね、なっちゃうっていうところを楽しんでいただくのが嬉しいんじゃないかと思います。おまけです。今回のこちらですね、リメイク版ってなっていまして、このリメイク版の方はですね、バリアントルールが2つ入ってます。バリアントルール1、バリアントルール2っていうのが入っていまして、バリアントルール1の方は解体というルール、バイラント2はプロフェッショナルっていうルールが入っていますので、こちらの方がですね、前のね、ちょっと動きがね変わるというルールも追加されています。ちなみにルールね、本当にこの表裏しかありませんのでね、ここからしたらバリエーションですからね、いうことがありますんでですね、従来のところをお試しになった方もですね、新しいバリエーションを楽しんでみるのもよろしいんじゃないでしょうか。 The Game Gallery。 はい、というわけですね、こちらですね、まあ、共同でね、建築をしていくわけなんですけど、まあ誰か置くたびにチェックしていくってね、これね、色がついてってるの許さんっていうね、あの監督が色をかけてですね、どうやって真ん中の方に、どうやって中の方にって隠れていくかっていうところね、競い合うゲームでございました。ゲーム自身はですね、これ旧版からですね、若干ねコンポーネントのアートワークの方が変わっておりますけども、基本の部分は全く同じになっています。ただバリエーションルールがね、今回入っていますので、そのあたりのところですね、気になる方はですね、こちらね、中身の方をチェックしてみてもいかがでございましょうか。というわけでですね、共同建築ゲームでありながら中へ隠れていきたいゲーム、プエブロをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルのR99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。